いらっしゃいませ。おおきに安うなってますよ。さあどうぞ。いらっしゃいませ。また今度な。お越しやす。ほな、気軽に覗いてってな。いかがですやろか。いった。なんや。お越しやす。どうも。よう見てかいや。嘘やか。ここか。ご用件は？入隊希望だ。それはそれは、ようこそおいでくださいました。この先を曲がったところで試験を行いますので、どうぞこのままお進みください。そうそう、その前に失礼ですが、お住まいはどちらで？ここは腕さえ立てば素性を問わないと聞いたんだがな。そういう意味じゃありません。あなたの死体の届け先を聞いておきたいんです。何だと？何分荒っぽい試験ですから、人死にが出るのも日常茶飯事でしてね。なるほど。だが俺が死体になることはない。あんたの世話にはならねえよ。そうですか。それは失礼いたしました。来たか。今日は大量だな。これは後で掃除が大変だ。終わりや。早よ医者にかかった方がええ。命は助かるやろ。次は誰や。野良犬とはよく言ったもんだな。心配になってきたぜ。半端な腕やから切り落としたまで。あんたも心配なんやったら帰った方がいい。俺が心配しているのは、あんたを切っちまうと不合格なのかってことだ。心配すな。そん時は文句なしで合格や。ついでに
二番隊隊長の席も譲ったる。二番隊隊長？俺の席。新選組二番隊隊長、長倉新八。二番隊隊長の長倉。俺から一本取れば合格や。武器は何つこでも構わん。とにかく相手に勝てばええ。流派も武器も関係なし。それが新選組っちゅうところへ。さあ、いつでもええ。かかってこい。その前に一つ確認しておきたい。何や。あんた、新選組にはもう長いのか。ああ、結成前からの付き合いや。それがどないして。つまりあんたは新選組の古参幹部、天然理心流の使い手ってわけだな。なんや、目的は新選組やのうて道場破りっちゅうことか。そんなことはない。ただ確認したかっただけだ。そうか。試験なんぞで出す気はなかったが、あんたにはこっちの構えで相手したるわ。これが天然理心流。覚悟はええな。ああ。せえ。Ha!
長倉さんと渡り合ってやがる。何者だあいつは。俺の天然理心流の攻撃を受けても死なん奴がおるとはな。お前ならここでも生き抜くかもしれへん。何を言ってる。合格や。まだ一本取ってないか。金や権力に釣られただけの半端な腕やったら無駄に死ぬだけ。せやけどお前は違う。新選組によっても生き残るだけの力がある。それを見極めるためにこんな荒っぽい入隊試験をしてるってわけか。新選組は強ないとあかんねえ。強な奴は遅かれ早かれ殺される。強い奴だけが生き残れる場所、そういうとこなんや。で、俺の天然理心流はどうやったんや。期待に応えることはできたんかい。相当な腕前だな。だがあんたの剣筋には殺意がない。俺が探していたもんじゃない。うん。いや、気にしないでくれ。独り言だ。新選組に入ったからにはもっといろんな古参幹部連中に剣の稽古をつけてもらわないとな。名前は斎藤はじめだ。斎藤か。取ってつけたような名前やな。歓迎するで。
新選組はいつから青春活劇の舞台になったんや。甘いな、新八ちゃん。甘々や。掃除。掃除って、あの。せや、わしがあの一番隊隊長、沖田総司や。聞いてた噂と随分違うんだな。あ？その面のどこが美少年だ。ほう、今度の新入りは目が悪いの。試験はもっと厳しくせなあかんで。そないなことしてたら全員死んでしまうやろ。これは入隊試験なんや。実力が分かればそれでいい。そうかいな。ほんまの実力ってのはもっと追い込んでから分かるもんちゃうか。それをやった結果がその血の羽織やろ。俺には人を斬る趣味はない。何をアホなこと抜かしとんのや。刀は人を斬るためにあるもんや。人が斬り通って斬り通ってしゃあない。それが剣士の本音なんちゃうか。俺は近藤局長の理想を実現したいだけ。そっか。せやけど、こないな上物、わしやったら絶対もっと追い詰めるんやけどな。ほう、やるやないか。何をやっとるんや。もう試験は終わったんやぞ。ええやないか。ちょっとや、ちょっと。兄ちゃん、わしの離心流は一味ちゃうで。そうか、ぜひ味わってみたいもんだな。わしの勝ちやな。ふう、引き分け。あ？な。ノエ、納得いったか、掃除。何もいや、こいつ。そこまでだ。副長。新選組副長の土方歳三と申します。斎藤はじめさんですね。ああ。長倉との試験試合、そしてこの狂犬とのやり取り、一部始終拝見させていただきました。そこであなたに折り入ってお話ししたいことがある。なんだ。このような場所ではなんです。今晩祇園の椿楼という料亭でお会いしませんか。二人きりで。わかった。それでは後ほど。
結構やるやないか兄ちゃん。あんたもな。だがまだ勝負はついてない。なんなら続きをやってもいいんだぜ。ふん、やめややめや。今日はどうも調子が出えへん。仕切り直しや。ほんな。いろいろ無礼をしてしもたな、うちの狂犬が。いや構わない。だができれば最後まで手合わせ願いたいところだった。ふん。奴の剣は俺の力で押す剣と違う。速さで圧倒するもんや。掃除の離心流はどうやった？まだじっくり見せてもらったわけじゃない。だが可能性はあるな。何の話？いや、俺が勝つ可能性もあったなという話だ。そりゃどうやろな。ん？掃除の本気はあんなもんちゃう。本気やったら今頃あんたの首に穴が開いとるはずや。カモさんのようにな。カモさん？前にもう一人の局長やった芹沢さんのこっち。芹沢カモか。確か身内に八つ裂きにされたとか。それじゃあ沖田がその芹沢を切ったってことか。さあお前は知らんでもよことや。俺もつまらんこと言うたわ。とにかく沖田総司は新選組の一番隊の頭を任される男や。その男にあんたはどうも気に入られたらしい。ふん、喜んでいいのか？いや、あいつは腕の立つ男と見ると仲間だろうがその地で自分の羽織を染めたがる。あんたもせいぜい気ぃつけるんやな。沖田総司か。あんたこの後副長と椿楼で会う約束やったな。ああ。椿楼は四条通りを東に行った祇園の中にあるわ。ほんなら
やす。ございませ。いろいろありますね。いかがでしょう。いかがでしょう。はい、いらっしゃい。見てってください。ええやんか。いらっしゃいませ。いい味だ。どうもお気に。何？見てってくださいね。いらっしゃい。おおきに。また今度な。こんにちは。いらっしゃいませ。おおきに。ほんならまた。新選組やわ。どうも見てって。
え？はい。いらっしゃい。どうも。
え？え？いや。日本の魂見せてやるぜ。いかがだったかな？いかがですか？ええもん出せて揃えてますね。
いらっしゃいませ。どうも。どうぞお立ち寄りください。安さっしょ。いらっしゃいませ。ほんなら、どうぞお立ち寄りください。いかがですか。品物になりますよ。せやけど偽物がいっぱいあって騙されるよ。待て、おい。いらっしゃいませ。おお、うまい。ああ。ん？ん？ドバに巡り会えるやなんて旦那ついてますぜ。そこの旦那さん、ちょっと寄っていきませんか。さあさあ、ご覧くださいよ。ようこそいらっしゃいました、斉藤さん。随分な歓迎だな。俺の席がないようだが。ご心配なく。
席は別の部屋に用意してあります。この座敷は今から血で汚れることになりますから。天然理心流にご興味がおありのようで。ああ、だがただの好奇心だ。気にしないでくれ。理心流は江戸市営館のみに伝わる田舎流派、北新一刀流、新道無念流といった主流派とは違い、知っている者も少ないはず。何の真似だ。この男も沖田や長倉と同じ天然理心流の優秀な使い手です。今からこの男と殺し合っていただきたい。何だと。新選組の任務の大半は殺しです。その際、義理や情に流されて斬ることをためらえば、自分が相手に斬り殺されてしまう。私はあなたの心の弱さが心配なのです。だから真剣な殺し合いをして試させてもらいたい。たったそれだけのために殺し合いというのか。ええ、たったそれだけのことが重要なのです。新選組に入るためには。斉藤さん、この男に殺しへの躊躇はありません。あなたもそのおつもりで。やむを得ないようだな。ええ、どちらかが死ぬまで立ち会っていただきます。では始め。勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。
をしてるんだ、お前。言ったじゃないですか、どちらかが死ぬまで終わらないと。だがご安心ください、この男どちらにしても死ぬ予定だったんです。先日組から脱走を図りましてね、ハットにより処刑することになっていたんですよ。なんだと。ですがただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。誰なんだその男は。総長兼三番隊隊長山並圭介。私にとっても市営官道場以来の友人です。彼にはもしあなたを殺すことができれば命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは命がけで戦った山並みに勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ。いや実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。何なんだそれは。この山並みの穴、三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。俺に隊長。さあ無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか、斉藤はじめ君。天然理心流、覆面の男への唯一の手がかりを追い新選組への潜入を決意した龍馬。二番隊隊長長倉新八との激闘の末、龍馬は入隊に成功する。そしてついに姿を現す天然理心流を操る新選組の大幹部たち。事件の真相へ一歩近づいたかに見えた龍馬、そこへ現れた新選組副長土方歳三。この男が龍馬の人生を大きく動かす。新選組三番隊隊長斉藤はじめ、龍馬のもう一つの人生が今始まる。